ほも。はい、どうも。新宿2丁目最強のバルク、博士文です。はい、どうも皆さん、こんにちは。以前の飯動画や、あと、ルーティン動画で、ちょこちょこ言ってたんですけど、私、博士文、とうとう、引っ越しました！イエーイ！という感じなんですけども、まあ、今日は、まあ、ルームツアーっていうのかな？部屋紹介ですね。今日していこうと思います。で、部屋数がですね、ものすごいあるんですよ。ものすごい数の部屋があるんで、ちょっとだけね、一部屋、二部屋ぐらいちょっと紹介する感じで、今日はよろしくお願いします。僕がね、会社員辞めたのが2019年の10月末。それからですね、時間かかりましたね。2年と半年ぐらいか。で、これまでね、ずっと行ってなかった秘密があるんですけど、僕実家だったんですよね。で、なるべく人だったり、まあ実家に住んでる感は出したくないので、まあ誰か出したりね、誰にも迷惑かけたくなかったんですよ。 YouTube で出るのは僕だけ、家族やその他の外観だったりっていうのは極力見せないようにやってきました。やっぱ親を巻き込みたくない、 YouTube に絶対にね。だけどやっぱ最近地元っていうか家の周り、ほんと出たところでよく声かけられるんですよね。いつも動画見てますとか、もうそれは大変ありがたいんだけど、やっぱりね、僕としてはやっぱ家族を巻き込むんじゃないかという不安があってですね。まああとコロナもありますね。おばあちゃんもいるんで、おばあちゃんね、まあ僕結構外出るから、おばあちゃん感染したら危ないっていうことで、あと家族に迷惑かけないっていうことと、まあそろそろ自立しようかなということで引っ越しました。でね、会社員時代とね比べて僕の収入の方も結構上がってて、実家暮らしのくせにね、会社員時代の年収と比べると、僕のアカウント物販だったり、 LINE スタンプだったり、 YouTube だったり、その他いろいろの収入含めると、多分会社員時代の、まあ、10倍弱ぐらい今年いくんじゃないかなって感じなんですよね。なんでもう自立、お金金銭的にはね大丈夫だろうということで、本当にお父さんお母さんありがとう本当に、はい、ということでね、ちょっとルームツアーしていこうと思います。はい、ということでまず寝室ですね。本当はカメラマンの子呼んで、僕が画面に映って説明しながら家を回りたいんだけど、ちょっとそういうわけにもいかないんで一人で撮ってます。寝室、まあ、こんな感じかな。これエアロバイク買いました。金額は2万円ぐらいかな。有酸素運動しなきゃいけない人があるんですよ、起床後にね。だけどそれ外で回ったり、車で早い時間帯にジム向かったりするのめんどくさいんで、もう家でやっちゃおうっていうことで、もう一回やったんですけど、ちょっとねこういうマットも買ってみました。ヨガマットかな。これを引いてバイク漕ぎます。でこれが体重計ですね。これは、まあ、実家から持ってきました。測り慣れてるものでね、まあ、同じ体重計で測ろうという感じです。でこれが撮影器具というか、まあ、三脚たち。これが、まあ、しっかりした三脚で、これが持ち運びに便利な、よく一番使ってる三脚ですね。飯動画も今まで、まあ、これからもずっとこれで撮るんですけど。でこれがライトですね。インスタグラマーだとか、まあ、写真とよく撮る人なんかは持ってると思うんですけど、まあ、もうちょっとでかいサイズでもいいかなって感じですね。これも2年ぐらい使ってます。でベッドです。ベッドですね家具のね色は統一しようと思ってて、白でなるべく統一したいです。でなるべく白でね、いろいろ合わせてるんですけど、延長コードも白、時計も白と。ここら辺は特に見せるものないかな。保湿、これは整髪料で、これライトに保湿、これも保湿クリームで、ティッシュと。で以前実家では、まあ、電話がねこの辺に置いてあったんだけど、極力ね物は置きたくないんで、こっち入ってます。結局持ってきてるんですけど、なるべくねすっきりさせた感じに、物でごちゃごちゃさせたくないんですよね。これが僕がメインで仕事やる場所です。これ、まあ、タンブラーに、まあパソコン、まあ、テレビ、いつも YouTube 見てます、昨日からだけど。でこんな感じかな。書類に、これ塩です。はい、ここでよくご飯食うんで、これで、塩かけて食ってます。あ、これも三脚あるわ。はい、ちょっとした撮影なんかに使います。でこれ湯沸かし器、ポットで炊飯器、これオートミール、あ間違えた、これは孫となきお米です。これオートミール、ご飯、お吸い物で、これ水ですね。1日6リッター今目標なんですけど、1杯目はこれ飲んで、2杯目3杯目は継ぎ足して水道水で飲んでます。でこれがサプリメント類ですね。はい、マルチビタミン、これ家から持ってきたやつ、もろもろ。はい、はい、冷蔵庫の中紹介、はい、こんな感じですね。もう必要ないものは置かない、切れ食いする心配もないです。卵で、これが、まあ、わさび好きなんでわさび、これが、まあ、ノンオイルのドレッシングで、これ、ダイエットコーダー、これが茹でたタラに、これが野菜ですね、カットキャベツ、これが卵の黄身で、卵、これまあ牛肉だったり鶏胸肉ですね。でキムチに、あとメカブ、これが茹でた鶏胸肉、後で食べます。はい、こんな感じかな、冷蔵庫は。はい、浴室です。
こんな感じ。極力物は置きたくない、本当に。僕が目指すのはミニマリスト。極力物を持たない、持ち込まないっていうのを部屋では意識したい、本当に。以前のね、自分の実家の部屋が相当汚かったんで、やっぱそこら辺はね、新生活スタートっていうことで意識していきたいですね。シーブリーズでちょっとシャンプー類は統一してみました。これハガパーカーですね。部屋干しはいいんだけど、やっぱこの浴室乾燥っていうのが強烈で、さっきびっくりしました。もう3時間ぐらいやってたんだけど、もう本当に一瞬で乾く。で、パーカーのね、うまい干し方がちょっとわかんないんで、まあ今までずっとね、洗濯は母がやってたんで、まあこうやって自分でやってみたんですけど、どうかな？すごい。吊るし方だけど、皆さんパーカーのいい乾かし方があったらぜひ教えてください。でこれトイレね、まあそうだね、ドライヤーにタオル、ゴミ袋、こういうの、こういうのな感じですね。これまあごく一般的な感じかな。はい、ということで今紹介した2部屋は、まあ、ざっとこんな感じなんですけど、実はですね、この部屋を借りるにあたって仲介してくれた不動産屋さんが、なんと僕のね、YouTube のリスナーさんだったんですよ。それだけでもすごい奇遇なのに、この物件を取り扱ってる不動産屋さんのとある方、まあ、僕やり取りしたんですけど、その方も僕の動画のリスナーさんだったんですよ。だからね、すごくないですか？なんか周りをなんか仲間で固めてる感がすごくて、すごい居心地がいいっていうか、はい、気持ちよくいろんな書類だとかやり取りすることができました。ちょっとごちゃごちゃしたんだけど、この物件を取り扱ってるオーナーさんですね、に仲介してくれた不動産屋さんが、まあ、この方は YouTube やっててっていろいろ言ってくださったんですけど、まずこの物件、僕が住んでる建物の外観は映さないこと、あとうるさくしないこと、こうですね。まあ、僕はうるさくする系 YouTuber じゃないんで、まあ、そこは大丈夫だと思うんですけど、まあ、とりあえず周りの人には迷惑かけないで、あと、まあ、どういう場所に住んでるかっていうのは一応伏せといてくださいっていうことで借りることができました。庭もあるんですよ。ちょっと見てください。はい、今カーテン開けたんですけど、現在ね5時半過ぎか、まあ、6時前なんですけど、外が曇ってます。なんでちょっとね、明るくはないんだけど紹介しておきます。これが庭ですね。虫対策はね、本当に一番力入れてることですね。虫は近寄らせないようにします。あと部屋の至るところにね、ゴキブリのこのキャップっての設置されています。絶対虫、ゴキブリは僕の部屋に近づかせないです。12個設置しました。12個、はい、虫対策は万全ですね。はい、ということで今回のルームツアーはこれで終了となります。ありがとうございました。最初にですね言ったと思うんですけど、もう部屋数がたくさんありすぎて紹介するのが大変だから数部屋だけ紹介しますっていうことだったんですけど、実はあれ嘘言っちゃってて、実はこの物件ワンルームです。はい、すいませんでした、騙しちゃって。で、家賃なんですけど6万円ですね。まあ駐車場借りてるので、まあ大体月8万ぐらいはかかるのかな。でも8万ですよ。会社員時代の収入と比べてね、結構上がってるとはいえ、まあ8万、まあ人の価値観っていうのは人それぞれで、例えばすんごいお金持ってる人でブランド物を着たり高級な腕時計かけたり高級車乗ったり、まあすごいとこ住んだりという人もいますよね。でも僕はそういうことってあんまり好きじゃなくて、ユニクロ着たいし、まあ車、まあんなミニカーみたいなちっちゃいやつ乗ってるし、そういう高級な車だったりブランド物で固めたいっていう欲は全くなくって、まあどちらかというとこの先ね、どんだけお金が増えてもエコにやりたい。そう、自分の身の回りは安く済ませたいですね。100円と200円のもので悩まなかったり、タクシー乗りたい時に乗ったり、まあ誰かね、ご飯食べたいって言ったらちょっと出してあげたいとか、お世話になった人になんかちょっと物あげたいとか、それぐらいのことを僕していきたい感じですね。引っ越しっていろんな作業あるじゃないですか。書類変えたり、誰かと電話したり、役所行ったりって、もうめんどくさいんで、もう一生この部屋に住んでいいやって感じです。まあ、ここで、これからね頑張っていこうと思います。まあ4月ということで、高校生になる、大学生になる、あるいは大学を卒業して社会人になるっていう方いろいろいると思います。で、それに伴って一人暮らしになったり、あと寮生活だったりね、社宅に入るとかいろいろあると思うんですよ。で、一人暮らしって大変ですよね。まあ僕もこうやって初めて一人暮らしするんですけど、まあ学生時代ね、寮生活してたんで、親が周りにいない環境ってのは別に慣れてるんですけど、まあやっぱり不安なことも多いですよね。なんで、まあ僕も戸惑うことこれから先あると思いますけど、皆さんね、一緒に頑張っていきましょう。ということで今回の動画はこれで以上です。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。